すげえ。夕張メロンがたっぷり入ってる。さあ、まずは食べてみてよ。オッケー。やってきたよ、札幌駅。待ってろ、みこと。やったねー。やったー。みんな、始めましたぜ。よし。よし、旅の続きだぜ。今はどこにいるんだい？今ね、俺たちは札幌にいるぜ。場所わかるかい？札幌かい？ここない。そうだね。今のところ、つまり150キロ移動してきた状態だな。おう。ここから、次は、帯広へと向かっていこうと思うぜ。オッケー。ここまでだいたい220キロの旅だな。おう。5時間ぐらいかかるんじゃないかな。よし、長い旅だけど、まずはここを目指して、行くぜ。じゃあ、行こうか。よし、行くよー。よーし、今札幌の幹線道路の274号線を走ってて、見えるかな、前方に274って書いてるね。このね、274号線をひたすら5時間ぐらい走り続けて帯広へと行くぜ。まっすぐなんだね。そうさ、まっすぐ行くのさ。途中曲がりカーブがあっても突っ切っていくぜ。オッケー。俺たちはまっすぐな男だからな。まっすぐな男だからな。女の子たち覚えておいてくれよ。覚えとくよ。じゃあこのまま突き進むぜ。行くぜー。パッパー。ここは長沼町の道の駅マオイの丘だぜ。マオイの丘。そうだぜ。以上だぜ。以上だぜ。まずは見てくれよ、この景色。真っ白だ。真っ白だ、見てくれ。これが北海道らしい景色だな。すげえ、何にもねえ。すごいだろ、これ畑なんだぜ。全部雪が。そして振り返るとこの景色の良さ。すげえな、これ。いいだろ、心が現れていくだろ。おお。ただ走るだけの車も絵になるだろ。すごいな、かっこいいな。うん、俺たちはこの中をまだまだ走り抜けるぜ。オッケー、行くぜ。日が暮れても走るぜ。おお、どうだい景色は。いい景色だね。おお、夕張だ。夕張来た。ここがあのメロンの産地だよ。メロンの名産地。そうさ、そして昔はね、炭鉱って言って、うん、石炭ってわかるかい？石炭、あの今燃料の火力発電のメインだけど、うん、その石炭が取れた地でもあるんだ、土地でもある。ようこそ夕張へと。夕張へ。そうだね、メロン。夕張メロンといえば、うん、オレンジ色なメロンなのがわかるかい？オレンジ色だね、あの肉は、うん、赤肉メロンって言われて、ただこの夕張メロン、うん、初登場した時はメロンが赤いオレンジ色なんてメロンじゃないって言われてたんだね。え、そうなのかい。それをこの土地の人たちはもう美味しさを頑張ってアピールして、今もう日本で一番有名なメロンになったっていうことだね。このメロンめちゃめちゃ甘いんだね。そっか、香りもすごくいい。ついに夕張にやってきちゃったよ。夕張、うん、メロードっていう道の駅だね。あ、道の駅だね。そうだね、いろんなメロンに関するものとか、まあ、夕張特産のものがいっぱいあるっていうことだよ。なんかね、さっきから周り見渡すね、うん、俺たちみたいなメロンのキャラクターが大量にいるな。そうだね、メロンばっかりだ。お、なんかいるね、ここにも。ここにもなんかメロン系の何か食べたいね。そうだね、メロン系ちょっと探してみようぜ。うん、よし、メロンソフト。おお、バリバリ夕張メロンソフトだね。すげえ。夕張メロンがたっぷり入ってる。さあ、まずは食べてみてよ。オッケー。あ、すごい、あのね、うん、メロンだこれ。お、メロンかい。あ、あの後味のちょっとしゃ、うん、なんて言うんだろう、喉に残る感じも含めて全部メロンだ、うん、あ、なるほどなるほど、うん、これもしかしてこの黒いの引っ張ってもいいかい。うん、これをちょっと食べてみてくれるかい。これだね。ん、これはなんだい。なんかすごいサクサクする。これは多分ね、
石炭が取れる町、夕張をイメージしたものだと思うぞ。ああ、だからごまが入って、そういうことだ。うん、あ、すごい、メロン食べてみたい。うん、うん、いいね、おいしい、おいしい、やった、これで夕張を食べちゃったね。結構堪能できるよこれね、うん、みんなおすすめ。やったー、うん、じゃあ夕張もこれで楽しんだということで、次に進んでいこうか。さあ次の町へだ。そら、帯広目指そう。日高近くまで来たのかな。ほう、日高、まあ距離はまだまだだけど、今向川町かな。向川町、そう、向川町というとシシャモ町って言われちゃうぐらいシシャモが取れるんだよ。お、シシャモ、シシャモっていうとどんな食べ物を想像する？ね、うん、卵がいっぱい入ってる、うん、お魚くんだよ。そうだね、だいたい焼き魚かな。焼き魚だね。だからね、ここではね、取れたての時期になるとね、取れたてのシシャモを使ったお寿司なんかもあるんだよ。本当？そうだね、生でいただけるんだぜ。シシャモの寿司なんて食べたことがないよ。すごく美味しいんだぜ。本当かい。そう、一回り小さいんだよね、シシャモに合わせて。ああ、シャリも、そうそう、高級感があるよ。みんな食べにおいで、うん、時期が来たらシシャモ食べてね。シシャモと鮭どっちが美味しいんだい。鮭、やったー、俺を食え。すげえ、湖が、これ湖らしいぜ。埋まってるよ。雪、雪っていうか多分表面が凍ってさらに雪が積もりまくったんだね。やばいよこれ、すごい状態だぜ。この下にシシャモいるかな。いるかもしれない。シシャモ女子高生。そして日照峠通行止めだ。そういえば、え、なんだっけ、水害か何か台風の影響かな。うん、橋が落ちたんだ。そういえばということは、この旅はルートが変わるのかい。あれ、そうなるのかな。ちょっと後で確認してみるよ。 OK。夕日が綺麗だね。すごい、ぜ、日が沈んでいくぜ。どうだい、北海道の夕日は。なんかね、うん、いいよね。いいよね、味があるよね。味があるよね。まあ、どこで見ても太陽は変わんないんだけどね。うん、あ、でも神奈川と違って、うん、なんだろう、神奈川の市街地と違って、うん、排気ガスで汚れた空気じゃないから、すごい色が綺麗かなって。そういうのあるかもね。フィルターが1枚外れたような綺麗さ。おお、なるほど、いい例えをしてくれるぜ。うん、まあ、神奈川の夕日はガスっぽくてそれはそれで綺麗なんだけどね。ああ、そうだね、空一面赤くなっていく感じかい。そうだよ。あとこの辺にはね、鹿がね走り回ってることもあるよ。鹿ちゃんかい。出会えるといいね。出会ったら食べちゃおう。おーし、いいぞ、食べまくるぞ。今ね、日照峠を通ろうとしたんだけど、なんと去年の台風被害かな、それでもうこれから通る道も迂回路も一般道は通行止めっていうことなんだね。もう半年ぐらい通行止めなのかな。ちょっと待ってくれよ。じゃあ行けれないじゃないか。どうすればいいんだ。そうなんだよ、行けないからここから高速道路に乗るしかないという状況になったね。ちくしょう、高速料金を払わなくてはいけないのか。冬の北海道全然高速で走れない高速道路なのに。あー、バカ野郎。仕方ないな、有料道路で行くか。うーん、まあ景色が変わるしそれはそれで楽しめるかな。そうだね。ちなみに今俺たちがいるのはシムカップっていう町だぜ。シムカップ、不思議な名前だろ。そうだね。それはどれぐらいのカップ数なんだい。シムカップぐらいじゃないの。シムカップか。つまりこの町の土地の広さぐらいあるってことだな。そうだな。あとでかいぜ。でかいぜ。大地というと母はでかいぜ。そういうことだぜ。母乳もいっぱい。北海道の母乳じゃないけど、うん、牛乳美味しいよね。あ、美味しい牛乳いっぱいだね。なんか地域に違っよって味違ったりするのかい。そうだね、まあ、地域とかあと農場によっても違うみたいだよ。あ、北海道の中でもどこどこの牧場のこの牛乳が美味しいみたいのがあるからね。なんか
次来た時にはいっぱい牛乳、うん、いろんな地域で買ってきて飲み比べとかできたら楽しそうだな。そういうの面白そうだね。あとソフトクリームも使う牛乳によって全然味も違うよね。へえ。お母さん牛が飲んでるものによって食べてるものと気候かな、うん、そうだね。天気によっても全然違うんだね。うん、なんだって牛乳はね冬が美味しいからね。よし、また来たいな。よし、また牛乳いっぱい飲もうぜ。飲もうぜ。今高速道路を走っているぜ。すごいね、一車線だね。そうだね、もう帯広市内にもう少しで入るぜ。じゃあ岡本、蓋を開けてくれ。よいしょ。うら、美味しそう。よし、ここを左に行ったら桶戸町だね。桶戸町、聞き覚えがあるぞ。そうだな。